うちの旦那は、子供の頃からずっと憧れてたらしい外車を、結婚前から大事に乗っています。でも、左ハンドルだし、車体も大きいし、旦那も大事にしているしで、私はあまり運転しないので、普段、この送り迎えや近所の買い物は、自転車か、母と兼用の車を使っていました。それがこの間、体調を崩してしまい、たまたま平日休みだった旦那に、幼稚園のお迎えを頼んだのですが、次の日、お迎え行ったら、ろくに話したこともなかった隣のクラスのママ、A が寄ってきて、ねえねえ昨日見ちゃったんだけど、ご主人超かっこいい車乗ってるよね。私さんいつも地味なのにびっくりだよ。うちね、今週末へ夫くんの実家行くから、お盆少し前でしたので、丸日の朝借りに行ってあげる。だから、ガソリン満タンにしといてね、と言われてしまいました。ちなみに A さんは、普段からちょっと、な噂を結構耳にすることがあり、クラスも違うし、あまり話したことはありませんでした。もちろん無理なので、いろんな理由説明したのですが、旦那が大事にしてる。A 夫くん運転うまいから大丈夫。保険が家族限定。A 夫くん運転うまい系。左ハンドル。A 夫くん先輩のベンツ運転したことあるって言ってたから大丈夫。そもそも、私すら運転しない。使わなきゃもったいないじゃん。でも、無理なんです。うちも無理。もう A 美実家にも行っちゃったし。と斜め上すぎて会話になりませんでした。それどころか、てか、私、旦那さんと二人でドライブとか行ってあげてもいいし、平日休みあるんでしょ?とまで。今までここをロムってきた、経験上、車ごと逃げた方がいいかなと思い、旦那と子供で出かけさせようと、起こして支度させてたらインターホンが。朝の6時台にです。見ると、大荷物抱えた A 一家、A 夫、A 子3人の計5人が、A さんは、渋滞するから早めに来ちゃった。ガソリン入れといてくれたよね。早く鍵貸して、とか旦那さんも、本当にありがとうございます。妻から聞いて楽しみにしてたんです。とか。私、呆然として固まってしまいました。そこに旦那が冷静に一言、皆様お揃いでお出かけされるんですか?そうなんです。私も断ることに、必死で、すっかり頭から抜け落ちていたのですが、旦那の車は、幅も長さも大きく見た目は、人が乗れそうに見えますが、実は二人乗りなんです。話が違う、と富士コルエーに、私は、とにかくお断りしましたと言い合ってたんですが、そのうち、A が、でも、二人乗りなら今日は使えなくても、別に、私旦那とドライブデートができるし、というようなことを言い出したので、A 夫も、さすがに何かおかしいと感じたのか、A。どういうことなんだ。とか言ってた。早朝に我が家の前で、夫婦喧嘩されるの勘弁だったから、お帰りいただいたけど、朝からどっしり疲れました。どうして、あんなに話が通じないんでしょうか。